はい、公認会計士税理士の白井です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回は税務調査に関して新しい会社に税務調査が入るのかというような点でお話ししたいと思います。一般論ではございますけれども、新しくできた会社は3年目から4年目に税務調査が入りやすいと言われております。これは新しい会社で経理上のミスが多くて、それが積もっているんじゃないかと。そうすると税金も取りやすいし、まあ、間違っているのであれば早期是正しておくというような意味合いで3年目から4年目に入ると言われております。で、消費税も基本的には2年免税で3年目からかかるというようなことがありますので、消費税の処理の確認なども合わせて税務署は、新しい会社をこのタイミングで選んでいるんじゃないかなと言われております。で、話はよくずれますけども、新しい会社というのはよく潰れると言われています。今年できた会社が10年後残っているのは全体の 10% だけと足らずと言われていますね。今年10社会社ができたとしても10年後残っているのは1社だけというような確率で、まあ、ビジネスは厳しいと言われておりますけども、じゃあ3年目から4年目になると多分3、4社は潰れている会社もあるのかなと思います。で、残った会社5社とか6社に対して、まあ、それなりにビジネスが好調に推移しているということでしょうから、その時点で税務調査に入って適切なその納税を意識づけるために入っているんじゃないかなと思われます。はい、繰り返しになりますが、新しい会社の社長さんは3年目から4年目に税務調査が来ると思っていただいて、心理的な準備や書類の準備などをしていただければと思います。はい、チャンネル登録をお願いいたします。